ケビン・モスカテルは、ベネズエラ、ミランダ州出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。NPB では、育成選手であった。2008年に17歳で、セントルイス・カージナルスに入団。ルーキーリーグのベネズエラン・サマーリーグ・カージナルスで16試合に出場した。2009年は、A 級のパームビーチ・カージナルスに昇格したが4試合の出場にとどまった。 ルーキーリーグでは28試合で打率。212だった。2010年はルーキーリーグで28試合に出場し、自己最高となる打率。283の成績を残したが、A 級のパームビーチカージナルスでは5試合の出場に終わった。2011年は A-9 のバタビアマックドックズでプレー、自己最多となる30試合に出場したが、打率。 225の成績に終わった。2012年は、ミルウォーキーブルワーズの春季キャンプ、ベネズエラウィンターリーグなどでプレーした。2013年2月1日から横浜 DNA ベイスターズの春季キャンプにテスト生として参加し、2月12日に DNA に育成契約での入団が発表された。2013年シーズンは、イースタンリーグで打率20、207、 2014年も打率048と結果を残せず2014年9月26日に現役引退を発表した10月31日自由契約公示されたメジャー経験はないがマイナーでは通算105試合にマスクをかぶりトールイーソシ率は329を記録している最初は日本人に対し冷たい印象を抱いていたというが DNA 入団後はみんな優しい悔い人ばかりと述べている。また、公文に通い、日本語を学んでおり、日本の文化に馴染むことにも意欲的である。ありがとうございます。